庶民ゴルファーのハチです。こちらの動画は愛知県岡崎市にある岡崎カントリークラブにて、杉浦さんとやっちゃんとのラウンド動画となります。ここ最近ね、なかなか杉浦さんに勝ててなかったので、ちょっとねリベンジお願いしますと連絡をして、この日を迎えてるんですけど、何が何でも勝ちたくて内心かなり意気込んできております。果たして結果の行方はどうなるのか。それとね、一度ね100切りを達成してからね、なかなか行き詰まってるやっちゃん、今回は無事に100切りできるのか、この辺も踏まえて早速振り返っていってみましょう。めちゃくちゃいい、もうコースなり。お願いします。まあ、OK でしょ。前にありゃ OK よ。いいとこに出た。あら、ダフった。ああ、届いてないのか。あ、これ乗ったんじゃない？いや、ショート。いや、大きい感じは全くなかったけど。あら、ちょっとこれチャンス来たんじゃないの？いや、うわー、トップ止まれ。バンカーバンカー入ったっすね。あら、止まったね。スピン効いたね。あら、あ、出た。あ、でもナイスタッチ。はい、次どうぞ。俺のバンカーです。ナイス、決めましたね。とりあえず出だしがしっかりだけど、ナイス。あー、右。あー、ありそうっすね、ありそうっすね。あー、左に、うん、キックしてる感じ。そう、まっすぐ。あ、言った通り。めっちゃ飛んだんじゃないこれ。
出た出た。なんでしょう。あ、いいとこ。ナイス。開いてくるっすね。おー、ナイスオン。おお、めっちゃいいやん。はい、ナイスパー。ナイス。いやー、最初だけでしたね、崩れたの。ナイスショー。めっちゃいい球。バンカーどうでしょう。あ、押されとるね、やっぱ風に。壁、いや、だいぶ戻されたっすね、今。壁に左引っ掛けだね。バンカー。しかもだいぶ高く。あ、ナイスアウト、うまい。頑張れ。オーナイスアウト。うまい。あー、オンライン、ナイスタッチ。はい、ナイスです。ちょっと危なかった。ということで、岡崎カントリークラブでの、スタート3ホールの模様でしたが、
杉浦さんね、スタートで暴れるもね、すぐに立て直してくるところがやっぱりうまいですね。やっちゃんはね、いい感じでスタート切れてる感じがします。リベンジゴルフは現在2打差で、ハチがリードしてますが、この後も頑張っていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。